ププヌヌだよ。メグだよ。皆さんこんにちは。ヌヌファクトリーのヌヌです。メグです。今日の動画は幼児の命を守るための画期的な新商品、車内置き去り防止システムをご紹介します。今年の9月に静岡県で3歳の女の子が送迎バスの車内に置き去りにされてしまい、亡くなってしまったという大変痛ましく悲しい事件が起こってしまったのは皆さんもご存知ですよね。そして今回の事件を受けて国は、幼稚園や保育園、認定こども園などで使用されているすべての通園バスに置き去りを防止する安全装置を設置するよう義務付けるようにしました。中にはこれから製品化するのは遅くないですかという方もいらっしゃるかと思います。実は今回だけではなくて、去年の7月にも福岡県で同様に5歳の男の子が亡くなっています。このタイミングで国から国内ナンバーワンカーセキュリティメーカーの加藤電機さんにご相談が来ていたそうですが、加藤電機さんは以前から車内置き去り防止システムの開発を進めていたそうです。そしてこの事件を機に製品化することを決めました。加藤電機さんってカーセキュリティのホーネットやバイパーで有名ですよね。そうですね。そして今回は埼玉県新座市にあります片山幼稚園さんにご協力いただいてます。片山幼稚園さんの送迎バスに実際に取り付けた車内置き去り防止システムがありますので、加藤電機株式会社の吉澤さんと一緒に詳しくご説明していきます。それでは吉澤さんお願いします。こんにちは、加藤電機の吉澤です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。また今回の商品は中村オートパーツ株式会社さんからご提供いただきました。ありがとうございます。これから1年間約12回にわたって中村オートパーツ株式会社さんにご協力いただきながら、車の安全性や性能が高まるアイテム、車の運転が便利になるグッズをご紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして今回は早くも5回目です。前回は普段から車に積んでおかなければならない緊急時のアイテムをご紹介しましたので、まだ見てない方はそちらの方もぜひご覧ください。それではこれからご紹介する車内置き去り防止システムについて、加藤電機の吉澤さんに詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずこちらのシステムはどういったシステムなのかお伺いしてもよろしいですか。はい、はい、こちらのシステムなんですけれども、はい、ヒューマンエラーを防止するための装置になっております。はい、エンジンを止めた時に車内でブザーが大きくなります。はい、でそれを止めるためには、車両の後方に設置したこの赤いリモコンのボタンを押さないと止まることができません。はい、したがって運転手の方が必ず最後尾に行くことになるので、お子様たちや忘れ物の見守りが可能になります。なるほど。じゃあ運転手さんがこう目視でしっかりとチェックできるんですね。そうですね。はい、はい、それとこちらの車内置き去り防止システムは2種類あるんですよね。はい、はい、で今回ご用意していただいたのが500の方ですね。はい、そうです。はい、でもう一つ300というものがあるんですけど、はい、300と500の違いは何かあるんですか。はい、300と500の違いは、はい、通信システムがあるかないかの違いになります。はい、先ほどの機能に加えて、両方ともなんですけども、はい、車を降りて、セキュリティをかけることで、車内の、超音波センサー、人を見守るセンサーと、はい、振動センサー、この2つのセンサーで万が一お子様が車内に置き去りになっても、はい、センサーが反応して大きな音をまた出して、お知らせしてくれます。なるほど。で上位モデルの500ですと、はい、その時に、園の管理者の方にメールを通知することが可能になっております。それだったら絶対ヒューマンエラーは起こらなそうですもんね。そうですね。はい、安心ですね。はい、ちなみに今までなんですけど、はい、こういった車内置き去り防止システムってあったんですか。私の知る限り今回が初めてになります。はい、なるほど。以前からもアミューズメントパークですとかショッピングセンターさんで、はい、子どもの置き去りという事件とかも、ね、はい、見かけましたけれども、はい、開発ですが企画というのは進めておったんですね。ただあの需要のことを考えますと製品化まで踏み切れなかったのが現実ですね。そうですよね。まあ、去年だったり今回の事件でこうバッと皆さんに認知していただいたって感じですよね。そうですね。そうですよね。はい、はい、
ということは今回の車内置き去り防止システムは普通車だったり自家用車の方にも設置することはできるんですか？はい、大丈夫です。幼稚園バスさんなどの多くは、はい、ハイエースとかキャラバンのようなお車とも聞いてますし、はい、弊社の所有しているアルファードなどにもつけて実験などを行っておりますので広くご利用いただけると思います。はい、そうですね。確かにお母さん同士でお子さん預けて大人数で習い事に送っていったりとかそういう機会もあると思いますの で、 そうです、ね、はい、ぜひ自家用車の方にもつけていただきたいなと思います。それでは簡単になんですが車内置き去り防止システムのキットをご紹介します。キット自体はこんな感じになっていて部品点数も結構ありますので基本的には全国の整備工場さんで取り付けしてもらいましょう。でまずこちらが本体ですね。でこの2つがリモコンなんですけどまずこっちの赤い方が車体の後方につけておくものです。でエンジンを切った後にこの赤いのがブザーの停止ボタンになりますので運転手さんが後方まで行ってブザーを止めます。でこちらの黒い方のリモコンは車を離れる時に作動するセキュリティのリモコンです。基本的にはこちらの2つのリモコンで車内置き去り防止システムが作動します。それでは実際に片山幼稚園の送迎バスをお借りして車内置き去り防止システムの実演をしていきます。今回は私が運転手役で後ろにいるめぐみちゃんが置き去りされてしまう園児役です。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ使い方をよろしいですか？はい、はい、ではまずエンジンをかけていただいていいですか？はい、エンジン、うん、おお、はい、はい、で、お子さんを降ろすために駐車場に着いたと、うん、はい、想定します、はい、でその時エンジンを切ります。はい、はい、切ります。はい、うわー結構すごいすごい音のブザーが鳴りますね。そうですね、はい、でこのブザーを止めるために、はい、後ろへ後方にあるリモコンを押さなければいけません。はい、よいしょ、あの赤いやつですね。そうですね、はい、こちらの下のサイレンのマークのボタンを押してください。はい、止まりました。はい、で、はい、今必然的に一番後ろに行きますので、はい、そこからお子様ですとか、はい、忘れ物がないかというのを目視で確認していただくことは可能になります。はい、確かにここまで来れば置き去りのめぐみちゃんも気づけますね。そうですね、はい、なるほど。でまた戻る時ももう一回確認できますから。そうですね、はい、2回確認できるので、はい、これだったら、ね、はい、確実に防げそうですよね。はい、それではせっかくなので私も体験してみたいと思います。そしてヌヌさんは置いてきぼりの園児役をやってもらいます。駐車場に着いた手でエンジンを止めてやってみたいと思います。それではまずエンジンをつけますね。ではつけたので止めてみます。本当だ、すごい後ろにいる時より音がでかいですね。急がないと。え、チェックをしながら。これはわかりますね。止めます。止まりました。結構音も大きいですし、やっぱりわかりますね、こう全部見ていくので。うん、そうですね、はい、すごい、これは画期的ですね。感想を言ってみたいんですけども、私運転手側の感想なんですけども、やっぱ音がすごく大きいんですね。なので早く止めに行かないとっていうのもそうですし、来る時と帰る時で2度もチェックできるのは本当に安全でいいなと思いました。それでは私は園児側の感想なんですけど、やっぱり運転手さんがここ間近まで来てくれるので、もし体調が悪くて降りれなかったとかそういう時も運転手さんにこうヘルプを求めやすい距離感だなっていうのがすごく園児側も安心感があるなと思いました。それでは今実演させていただいた車内置き去り防止システムでも十分画期的ですごいなと思ったんですけど、もう一つ機能がついてるんですよね。はい、そうです。はい、また吉澤さんにご説明していただいてもいいですか？はい、はい、駐車場にお車を止めた時に、はい、こちらのセキュリティのリモコンがありますね。これを一度押すと、
セキュリティがかかります、うんうん、はい、ポンって言いましたね、はいはい、でこの状態で万が一、車内に置き去りの方がいて、うん、人の動きとかを検知すると、はい、大きな音でお知らせをしてくれる機能がついています、はいはい、なるほど。先ほども結構しっかりチェックしたんですけど、はい、それでも見落としてしまった場合にこの機能は活躍するんですね。そうですね、はい、それでは実際に車内に取り残された役のめぐみちゃんがいますので、その置き去りにされてしまった子が動くとどのようなアラームが鳴るのか検証していきます。お願いします。お、結構大きな音ですね。そうですね、はい、これはまたこれですか。あ、上で、はい、うん、これはみんな気づきますね。そうですね、これだけ大きな音になりますんで、うん、はい、周りの方もなんだろうって気づいてくれると思います。うん、幼稚園だけではなくてご近所の方とかも気づきそうですもんね。そうですね、はい、お待たせ助かりました。ちなみに車内にいためぐみちゃんはどうでした。そうですね、結構すぐに反応してくれたので、うんうん、そして自分の方も音が結構大きく聞こえたので、うんうんうん、なんか気づいてくれるかなっていうちょっと安心感があるかもしれないですね、うんうん、子供の方も確かに何もならないで取り残されてしまうとすごい怖い思いをすると思うんですけど、やっぱりこうアラームが鳴ってると誰か来てくれるかもっていう安心感がありますよね。そうですね、今のアラームを始動するときも停止するときもこちらのボタン一つで完結するんですね。なので簡単でワンタッチで終了することもできますし、パニックにならないで済むのもいいですよね。先ほどのアラームもセキュリティもすごく画期的で良かったですよね。ただ皆さんが気になるのは誤作動するんじゃないかっていうところだと思います。本来はバスに取り残された園児が動くことによってアラームが発動するんですけど、仮に万が一車の外で何かが当たってアラームが発動してしまうっていうのはあるのか見ていきます。それではまたこちらのセキュリティを発動します。ピーって鳴りましたね。実際にめぐみちゃんにこのバスの周りを歩いたり走ったりしてもらいます。じゃあお願いします。はい、じゃあまず歩きから。うん、乗らないです、ね、大丈夫そうだね。何もならない、ね、さっきはさもうこの辺で鳴ってたもんね。うん、鳴らない、鳴らないです。全然、うん、車の外では誤作動しなそうですね。はい、万が一車内に取り残されてしまった子がいてこちらのアラームが鳴った場合はこんな感じで緊急通報メールが届きます。でこちらはあらかじめ5つの場所に設定しておくと全ての場所にこのメールを一斉送信してくれるんですけど、メールには GPS でこのバスの現在地とかも書いてありますのでより安心できますよね。最大で5つの箇所にこの緊急通報されてくれるのはとっても安心ですよね。うんうん、そうですね。例えば職員室に設定しておいたり先生に設定しておいたりするとより保護者側も幼稚園側も安心してお迎えとか送りができますよね。はい、というわけで今回は車内置き去り防止システムのご紹介をしました。これであればヒューマンエラーなども防げますし、大事なお子さんを預ける保護者の方々も安心できますよね。そうですよね、大事なお子様を預かる幼稚園側もより安心しますよね。うん、そうですね。それではここで片山幼稚園の理事長さんにお話をお伺いしたいと思います。今回の車内置き去り防止システムは市販品としては全国で初めて導入されたと思うんですけど、はい、どうでしたか。そうですね、はい、大切なお子様をお預かりする立場として片山幼稚園ではその通園バスに、まあ、このような安全装置をいち早く導入させていただきました、はい、まあ、随時ですね3台運行してるんですけれども、まあ、他の通園バスにも導入を進めておりまして、はい、お子様そして保護者の皆様にですね安心して通園していただける環境づくりを行っていけたらなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この車内置き去り防止システムは10月7日から全国発売となります。ただし車内置き去り防止システムは人の命を守る大切なものになってますので正しく確実に取り付ける必要があります。
購入から取り付けまでは安心してお任せできる全国の整備工場さんでのお願いをお勧めします。それでは今日はこの辺で。ヌヌでした。メグでした。バイバイ。